どうも、うずです。今日はちょっと海外から送ってきてもらった商品の簡単なちょっとね開封と簡単なレビューをしたいと思います。はい、送ってきてもらったものの箱がこちらです。パッケージ見るとなんとなくわかると思うんですけど、ヘッドホンです。ちょっとねこのメーカー名の読み方を聞くのを忘れてしまったので、メーカー名が英語で読めないんですけど、ちょっとうずさんの動画の下の概要欄のところに、Amazon リンク貼っときますので、そちらの方でちょっと確認してみてください。でパッケージの裏のところも全部英語表記なんですけれども、ドライバーの方は 40mm ドライバーが入ってますね。重量が 190g、まあ、ちょっと開けてみましょう。箱がなんかちょっとね海外のものっぽい感じの箱なんですけど、シンプルで、ああすごいですね。なんか段ボールなんですけど、全部これちょっと収まりのいい感じで作られたデザインの箱に入ってますね。ちょっと出してみましょう。はい、で箱の中に入ってたのも非常にシンプルで、本体とこちらですね、マニュアルが入ってるだけです。あ、すごい、これマイクもついてる。マイク付きのヘッドホンですね。で、デザイン見てもらうとなんとなくね、見たことあるなっていう形をしてると思います。あのヘッドホンとかね、詳しい人はこのヘッドホンのデザイン見たら、あれとちょっと同じじゃないって思ってもらえると思います。ちょっとね、せっかくヘッドホン上げたのでね、どんな音なのか一回試してみましょう。ですね、音はまあ悪くないですね。あのちょっと先日ね動画で上げた Apple Music を利用させてもらって、ニンジャリバンバンですね、キャリーパミューパミューのニンジャリバンバンを聞いてみたんですけど、音の方は普通のねヘッドホンとして十分よく聞けます。よく聞けますってどういうことだろうね。ただ低音とかはちょっと弱いかもしれないですね。ただこのヘッドホンの価格をちょっと言っとくのを忘れたんですけど、価格聞いたらちょっとびっくりすると思います。このヘッドホンなんと Amazon で、まあリンクからねもう見た人は分かると思うんですけど、1700円です。現在1700円でこのちょっとデザインのねおしゃれなヘッドホンが買えてしまうという、コストパフォーマンスは非常にいいと思います。まあそれをね踏まえた上で、その値段を踏まえた上でちょっと話をしようと思うんですけど、つけた感覚はやっぱりそんなにねがっちりっていうタイプじゃないです。なんかちょっとかぶせてる感はあります。こう抑え込むというよりは乗っけてる感じの圧力、圧。ただあのこのヘッドホンコストがすごい抑えられる割によくできてるなと思うのが、ここね分かります、動画で、あのコードなんですけど、なんかこう透明のね保護フィルムみたいなもので覆われてるんですよ。だからすごい断線しにくいんかなっていう作りですね。あと上のこのヘッドホンのねマウントの素材なんですけど、これもよく曲がるようになってる。グニ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 雑に扱ってもね大丈夫っぽい。もちろんね6000円とかね7000円1万円出せばこれより全然ねいいヘッドホンは買えると思うんですけど、1700円でこのクオリティはね十分だと思うよ。こういったねデザインのちょっといいヘッドホンを探してるような人がいたら、ぜひ、こちらうずさんのね下のリンクのとこから飛んで、購入してみるといいんじゃないでしょうか。で色の方もうずさんは今回自分のチャンネルのイメージカラーに合わせてグリーンにしましたけど、実際には色の方は青と黒3色のねパターンありますので、自分の好きな色を選んで購入するといいんじゃないでしょうか。今回はちょっとお安く買えるのになかなかデザインのいいヘッドホン、提供いただきましたのでご紹介させていただきました。ではまた別の動画でバイバイ。あとここちょっと気をつけてくださいね。これマイクってついてるって言ったんですけど、マイクにはあの再生とかね早送りのリモコン機能はついていませんので、単純なマイク機能だけになってます。おワンダイレクションも悪くないね。